帰ろうとしたんだキャンバスに赤い手形のようなものがついてる。誰の手形かな？そうだね。なんかこう、四つだけとは限らない。何を言っている？何を言っているんだろうね。壁に赤い手形。考察は？この教室で4つあるもの、扉？何の話？ここは何？壁を適当に調べる必要があるのか。キャンバスの向きか。そうか、なるほど。この上に扉あんだ。あ、出た、出た。何々の紛失についてのご連絡。最近、鍵の紛失が多発しています。本の紛失。本は期限内に必ず返してください。図書館だより、図書館。字がところどころかすれていて読めない。やだな、ここで死にたくない。頼む。図書室。よしよし。もうアルコールいいでしょう。もうアルコールいいんじゃないの？ねえ、あれ？メニュー開けない。嘘だろ？あかりちゃんになったぞ。ここはどこだ？あかりちゃんってどこら辺まで行ってたっけ？確かあの音楽少年に音楽聴かせて、5学年でも大きい方が偉い。偉い方を優先すること。見習うことも忘れずに。2組。1組。なるほど。大きい方が偉いんだね。はい。わかりました。じゃあ2組の方が。セーブ。2組の方が偉いんですね。こっちが先はないんですね。こっちはないんですか？ないですね。OK。こっちは。廊下長くね？嘘だろ。じゃあ、偉い方を優先。優先します。じゃあ、はい。大きい方が偉いらしいんで。おお。はい。偉いとこにしてしまったかもしれん。やってしまったかもしれん。やってしまったか。よかった。大丈夫だ。積んだかと思った。これ何？机に何か書かれてる。よいしょ。答えにプラス3したとかける5。もう取ったんで大丈夫です。こっちからはいけないね。はい。椅子動いたよ、今。はい。なんかいろいろあんな。机にノートが置かれている。ページが真っ黒に塗りつぶされている。誰？塗ったの。
こっちにはロッカー中は空っぽ。こっち開く？鍵かかってないけどなぜか開かない。じゃあ行かなくていいって感じ？歪んでいてあかん。ここは？あれ？なんかさっきと違くね？なんか違くね？あれ？あれ？ここは何？ここは何？ああ、ただの穴ね。どういうことでござろうか？大きい方が偉いんだよね。なるほど。これを導き出して、こっちに黒板があるのか。2組とは区別して考えることを、また計算は両組とも0から始めること。0から始める。これは？机に白紙のノートが置かれている。白紙か。鉛筆持ってなかったっけ？フロッタージュじゃないの？フロッタージュ。ノートを鉛筆で黒く塗りつぶした。なるほどね。大きい方に従えってそういうことか。よく見ると塗りつぶされたページから筆跡が読み取れる。答えにプラス6。なるほど。鍵かかってんじゃん。扉に1組と書かれた2桁のドイヤル。いや、知らんよ。まだ解けてないもん。2組。はい。え？大きい。なんだろう。お掃除しましょうか。レレレのレですか。くだらねえ。ほうき持ってる。てか、記憶できんな。しとこっか。いける？ゼロから始めるんだっけ？答えに、プラス5した後かける2。3足す、じゃあ0足す5。5に10。え、5に10。え、10。13。かける5。13かける5。65？ あ、間違えた。65。開いた。OK。でももう片方が開かなきゃダメだね。高卒。2組の机に番号のヒントみたいなのが書いてあったな。いや、1組の机？なんか書いてあったっけ？これ見たよ。え？プラス6だから何？他に、ゼロから始めたところで、何を足すんだったっけ？側面に張り紙が貼ってある。答えに、プラス4した後かける4。おい。16足すの？16足すの？16足す6。20。16足す6。21？ あれ？ 22？ あれ？あ、よく見ると、机に薄く何かが書かれている。答えを割る2。マジかい。答えを割る2。
16÷2÷8÷14。ファイト。よかった。二つのダイヤル錠が外れ、扉が開くようになった。はい、セーブしたい。セーブを先にさせてくれ。セーブを。はい。ここは何？ここは。ん？何何何？からだからだ。ん？何？あの子の様子、もしも見つかったら、慎重に行動しないと。え？そうは言っても、一応セーブするね。慎重にって言われても、あ、やべ。あれ？これバレるんじゃね？あ、めっちゃ怖。体欲しい。見つかったら即来んだな。はい、どうも。ここは ?6-2。鍵がかかってないようだが、なぜか開かない。元気いっぱい。姉ちゃん。開かないということも分かったんで、この瞬間から、行きます。あいつがどんな動きするかだな。あれ、あいつ来なくね？あ、来た。そこで止まるんだな。もうそう言ったらしばらく戻ってこない、あいつを。うえい、ここにもおるんかい。なるほど。これ、急がば周りの時やね。あいつぐるぐる回っとるんじゃないか。セーブできるか？できない。あ、そうでもないわ。ただ単純にぐるぐる回ってるわけじゃないみたい。なるほど。まあ、ちょっとでも行ってみらんとわからんぞ、これ。なるほど。うわ、怖っ！え、ギャン来るやん、これ。もう、逃がさないぜ。俺の体。マジ？絶対見つかっちゃダメなやつ。いや、あいつ。ここになんかあった。なんもないんかい。いけんじゃない？もうセーブいけんじゃない？おー、よし。きしみに注意。ちょ、ほうき使えん？きしみ？めっちゃきしみやん。わお。え？あ、危ないとこだ。どうしろー。志村。あ、でもよかった。セーブしてたから。うぅ。
セーブナイス。細かなセーブ大事。きしみな。セーブしたかったな、さっきのとこで。ここでセーブしたいな。なんなのあいつ。こうか。なんかある、なんかある。ここ何？二の一？あ、セーブしたい。おー、セーブ。よかった。二の一何回か来たよね。目を見る。寒い。女の子の声。二番目と三番目の線の間は、二番目と三番目の線の間は、線の間？日付がかなり昔のものだ。まあ、今に始まったことではない。じゃあ、こっちからもう一回行こうか。よかった、セーブしといて。二番目と三番目の線。心当たりがあるような何か持ってなかったっけ？二番目と三番目の線。下から数えるなら、ラかな。ラか。どこがどうだったかわかんなくなってて、なんで音階のことだってわかったの？いや、たまたま音階の書かれた紙を持ってたからもしやと思って。それいいな。私も同じの持ってたら音楽のテストが楽なのにな。あげるよ、いらないもん。もう使わないだろうし。君はいい子でいてね。どうした？やっぱり、そうだ。お姉さんは弟を探してた。あ、やっぱそうだよね。あ、もしかしてここに来て最初に会った子？影だけしか見えないと全然わかんないな。少し前に来たんだよ。あれ？この音楽絶対絶命都市の音楽なんだけど。お姉さんが探してた男の子。本当に？絶対絶命都市2の音楽なんだけど。うん、お姉さんのこと話したらお姉ちゃんだって言ってたから。やっぱりあいつもここに何回もすれ違ってんな。お姉さんが他の教室へ行ったことを教えたら弟くんもここを出て行っちゃった。だからここにいなさいって。引き止めておけばよかったかな。あいつだって分かっただけでも十分だよ。でも、もしまたここに来ることがあったら、その時は引き止めてくれる？いいけど、お姉さんはまた探しに行くの？一応姉だし、ただ待つのはどうかと思うから。あかりちゃん何年生？これは？弟くんが貸してくれたの。私が算数の勉強できなくて困ってたから。はいはい。なるほどね。この字は確かにあいつのだな。会うことができたらお礼を伝えてくれないかな。問題がとっても参考になったよって。問題が。算数は相変わらずか。算数ノートを女の子から受け取った。それだけ？あいつね、このノートを取りに学校に行ったんだよ。このノートのために。ただそれだけなのにどうしてこんなことに。お姉ちゃん怖くて震えてるやん。どうした？ごめんね。音階の紙渡さないと。この子2年生だもんね。学部を女の子に渡した。2年生いい子だな。ありがとう。リーダーもいい人だったなぁ。あ。
お姉さん急いで隠れて。え？早く。かかか。じゃここに。はい。隠れますね。5、3、2、1。うわ。なんだこの椅子。生きてんのか。この椅子生きとるぞ。